こんにちは、矢田部です。今度、オフザボール教室、大変好評だったので、それに続いてですね、攻守攻撃と守備の個人戦術からのグループ戦術をやろうと思います。攻撃と守備両方ですね。攻撃の個人戦術、まあ、もちろん相手を抜いて勝つ、ね、シュート決めて勝つ。次に、守備どうやって奪うのか、まあ、これの優先順位からね、サッカーの優先順位、基礎的な部分全部入れると。でそれを分かった上でグループ戦術、まず攻撃どうやって相手を崩すのか、ね、オフザボールどういう風に動くのかっていうところと、守備での、奪い方、ボールに関わってる方とかかってない方の動き方、こういった部分をちゃんと裏と表両方合わせた形でやっていく。だから今回は、前は基礎講座と、ねあのオフザボール教室、または走り方とでメインの方がちょっと、ね、高い1万5800円だったんですよ。だから今回メインなんでちょっと高い。でもこれ二度とやらないかもしれないんです。人数少ないからもうやらないから。だから、最初で最後だと思ってぜひ来てほしい。で一生使える内容です。なので、これは、関東の横浜新吉田ってところでやります。一応15名程度でやりたい。前回のオフザボールの時は、30名以上来ちゃって、でスタッフ倍、コート倍で対応しました。ただ、今回は分かんないです。だから人数来てくれなければ俺それぞれいいと思ってるんで、ちゃんと3つやります。だから、早く、ね、申し込むというところをぜひ行動を起こしてもらえればと思います。で講師の個人戦術とグループ戦術、これどこも教えないです。セレクションでもめちゃくちゃ役に立ちます。なので、ぜひお越しいただければと思います。ということでチャンネル登録お願いします。